どうも、みーごチャンネルです。ようこチャンネルです。そう。今回は、アンリミッツのようこさんと、ちょっと喋っていきたいと思います。はい、お邪魔します。これね、照れる恥ずかしいですか。みんな照れてるでしょ。最初ね、最初。最初。アンリミッツとはね、はい、こう、まあ、知らん人も、のが多いと思うけど、はい、まあ、俺ら、まあ馬長にとってはこうなんていう馬長を語る上では、はい、まあ避けては通れないバンドというか、そうですね、なんかこう一番歴史が深いバンドと言ってもそうなんだよ過言ではないと思う。てかそうっすよね、多分なんかね付き合いが一番お互いに古い、うん、そうだね、絶対いないよね、うん、おらん他に、うん、もうみんな辞めてるよね。そうそうっすよね、まあ、めちゃくちゃゆっくりになったりとか、うんっていう感じなんですよ。こうなんていうの、うん、アンリミッツとは。そうです、ね。それでそのまあ昔はね、ほんまそれこそ20年近く前でしたね。20もうやばい。20年近く前だね。そうだね。20だってヨコさんが3とか4ぐらいの時。そうだね。俺らが21か、うん、というか18年7年目前ぐらい、うん、前ぐらい。うん。でだってしかもアンリミッツもメンバーが今全然違う時やったし、そうだね、違うメンバーで、うん、で、でまあ それぐらいまあこう古い付き合いで、うん、でそのなんていう当時アンリミッツいっぱいツワーってしてて姫路に来たりとかっていう回数も多くある中で、うん、姫路に行きまくってたから、ね、狂ったよね。そうそうやね。でそこでまあ姫路の先輩のバンドと一緒にやったりとか、うん、まあ俺らもライブ行ったりとか一緒にやったりとか打ち上げ一緒にしたりとかでこう仲良くなっていって姫路のまあ、はい、まあこう後輩のバンドっていう感じでこういっぱい酒飲んだりいろんなとこ連れてもらったりっていうので、そうですね、いろいろ連れ回してもらって当時それで、うん、なんか一緒に行ったね、その片田舎の姫路のバンドをこう引っ張り出してくれた初めての東京のバンドの、まあ、先輩というかそのそういうバンドなんで、だから、はい、まあ、俺たちを語る上では、まあ、絶対欠かせないバンドのうちの一つなんです。なんかそんなね言ってもらって言ってもらってそんなね。だから最近のなんてやろう、まあ、俺らのことをこう支持してくれる人たちとかお客さんとかは、まあ、なかなかでも最近ここ何年かはもうやる機会も。そうだね、アンリミッツがちょっと活動がゆっくりになってるので、うん、なかなかね、うん、ツーマンやる予定だったのに、あ、そう流れたし、うんうん、でなんか知らんと思うけど実はもう一番もう仲いい古いバンドっていう感じなんです、はい、アンリミッツは、はい、アンリミッツもまあ多分、まあ、陽子さんと郡島さんずっとその当時からずっとやってきて、うん、はい、それでまあその今のゲイメンバー島さんとかツッキーさんが入った時ぐらいからもうほんまに結構めちゃくちゃできましたよね。そうね、ドゥワーッといろんなツアー連れてってもらったり、うん、はい、でなんかメジャーから出すタイミングとかで結構まあ疎遠になったわけじゃないけどまあやることがちょっとお互いあるからまあ、うん、まあ年にあったりはしとったかもしれんけどやる回数が減っていって、うん、でまあ俺たちも CD リリースしたりこうなんてやろ、まあ、それなりに人気もここ何年か出てきて出たね出てきてこうやることは本当に少なくなったけど、うん、まあたまに会ったりとか、まあ、連絡したりとかはしてたんで、そうね、なんだかんだ私も金屋と弾き語りしたりとかで割と会ってるね。でコロナ入ってぐらい2年ぐらい前ですか、去年、うん、ツーマン一昨年になるんか。とか横浜で FAD でこうツーマンするで決まってたんですけど、まあ、世の中のこう状況もあって一回流そうかっていう感じで流れたままなんですけど今は、うん、でまあ、まあ、今年来年、まあ、いつかしたいなっていう段階ですよね今。早くやろう。やりたいですよ。やりたいっすよ。何の話すればいいの、そんなもう私そんな。おみさんみたいにちゃんと喋れない。いやだってまあソングライティングしてるわけじゃないですか、アンリミッツの曲と曲の歌、うん、もうほぼ全てを、うん、その
ソングライティングしてます、うん、だから、まあ、そういうのと、まあ、言ったらこうバンドの形態がいろいろ当時からこうメンバーが変わったりとか、うん、まあ、そのいろいろ活動の仕方が変わっていったりするんですか、うん、それはやっぱボーカル社に来たんだとっていう馬長を、うん、と初めて会った時の印象、うん、ああ、うん、印象から、うん、まあ、姫路のねマッシュルームってところでね、うん、うちらやたらドライブしに行ってたんですが、うんうん、まあ、その時にまだミューゴは馬長じゃなかったな、多分3人ですよ ね、 ね、うん、3ピースだったね、うん、その時に、まあ、金谷の声を聞いてなんて破壊的な声してんだと思ってすごい衝撃で、しかもその頃もうドンピシャでなんかその劇場エモ、あ、今で言うね、うん、がもう結構なんかすごい流行り始めたというかの頃で、まあ、私もアンリミッツの前のバンド、あの全然違うメンバーで違うバンド組んでたんだけど、うん、その時にやってたのも日本語の劇場エモみたいな、うんうん、男臭い感じのバンドでボーカルじゃなくてギターだけ聴いてたんだけど、え、そうなんですか、下手ギター、マジでギターコーラスで、そう、だもう劇場エモだったのよ、うんうん、足立区の、うん、だんだんそのそうディッソンっていうあの不思議な名前のバンドの、うん、だんだんボーカルが作る曲がなんかもうどんどん長渕化してったわけ。ああ、そうなんだ。ちょっとなかなかそうでなんかちょっとあの私のイメージと合わずに、あ、まあ、解散したんだけど、まあその劇場へも姫路にいたってなったの。まあ陽子さんのその時のあれにこうすごいドンピシャのシャッと来たってことね。ドンピシャのそう。すごいバンドいる姫路にと思って、うん、なんかもう結構友達にもいろいろバンドの友達とか地元の友達にすごい姫路にすごいバンドがいる、めちゃくちゃかっこいいバンドがいるって言って、うん、もういろんな人にこうプレゼンしてるの、はいはいはい、馬長のことを、うん、なんか最近いいバンドいないって言われたらすぐ馬長って言ってた、うん、いろんな人にで聞いてもらうとみんな気に入るみたいな、だからもう私とうちのドラムのぐんちゃんはもう金谷は姫路の宝って言ってるのよ、まあ、当時から言ってましたね。そう、当時から言ってましたもんね。姫路の宝だからどうしようもないやつだけど大事にしていきたいみたいなっていう、なんかあの本当にもうなんか多分一生聴き続けるんだろうなこの音楽っていうぐらい馬長はなんかもうすごい衝撃を受けて、うん、だからこそいっぱい言い合いもしたし、うん、金谷と、うん、こういうことをやってみればいいじゃないかとかいろいろアドバイスするんだけど、金谷は天の弱だから全然なんかまあそれが正解でもやりたくないからね、わかるでしょ、金谷のそばにいるから、うんうん、そうなんかいろいろねお互いこう言い合って、で私もいろいろ言われてたりとかして切磋琢磨してきた仲みたいな、うんうんうん、お互いも全然ライブやってもお客さんも地方行ってね、うん、カラッカラだし、うん、全然お客さんも入んない感じのツアーをで、なんかホテルも泊まれないし車中泊して銭湯行ってとかで、ね、そう途中ね喧嘩したりとかねいろいろうん、まあ深い仲ですよね。そうだね、まあ、だから陽子さんはだからそれぐらい、うん、まあその当時からずっとその馬長のことを気にかけてくれて気に入ってくれてそうっていうのがあるからずっと引っ張り出して何かにつけてこう、あ、こうライブショーとかそのいろんなとこでこうほんまにほんまにいろんなとこも行ったし、うん、もう数えきれんぐらい酒も飲んだし、そうだね、イメージだってアンリミッツの、うん、てかずっとツアー回ってて、うん、そのメジャーのアルバムの時かな、なんかもう姫路に泊まり込んで曲作りして、あ、そう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 、マッシュルームで、マッシュルームにスタジオがついてて、そこにもう1週間ぐらいね、うん、友達ん家に、姫路の友達ん家に泊まらせてもらって、
曲作り合宿みたいな感じで曲作ってて、まあ、うちの一番ライブとかで盛り上がるクローバーっていう曲とかもマッシュで作った、ね、うんうんうん、あそこで生まれたんですよね。そう、そう、そういう、それぐらい。なんであんな姫路が好きだったんだよね、うちだね全員。いや、ほんま当時、島さんとかツッキーさんって俺実家泊まって俺が送り迎えしましたからね、マッシュまで。ミューゴンチなんか、島さんとお月ミューゴンチで私とぐんちゃん金やんちみたいななんか振り分けで泊まったりしたね。送り迎えしましょう、謎にこんなんしてんねやろ、迷惑でも馬長が東京来た時はあのうちの元メンバーのベースのリョウってやつ、リョウんちにみんな泊まったりとか、リョウコさん実家も行きましたね。うちの実家って回行った、そのバンドマンを泊まらせることってないんだけど、うん、唯一馬長だけうちの実家に泊まったことあってリョウコさん実家泊まったら行った順番でね、お風呂みんな入ってね、うん、ボロボロのうちのね実家ね、足立区のねそうだね、懐かしいな。特別で馬長だけだよやばいな、陽子さん実家行ったっていうやべえ、うん、レアだね。まあそれぐらい、まあ古い、深い、深いですね、うん、だからえ、めいちゃん何年いたんですか、その何年いたの。ウィキペディアをご覧ください。はい、見てください。多分3年ぐらいいたんじゃないですかね。その時何枚出したんですか。それもちょっとウィキペディアの、ね、見てください何枚ぐらい出したんだろう。なんかミニ1枚のフル2、3枚ぐらいだった気がするような、うん、多分、うん、なるほどね。そうね、年に1回はフルアルバムを出さなきゃいけないっていうような感じの契約というかね、あったから頑張ってましたね。なるほどね、うん、その時のそのメジャーのリリースツアーのツアーで俺は出ましたっけ、うん、出てないっすけ。ウィキペディア俺らも覚えてない大月ウィキペディアに聞くといいよ。大月さんウィキペディアぐらい頭の中が入ってんねや、うん、頭の中ウィキペディアで、私とぐんちゃんは何も覚えてないから、うん、なんかもうあれなの、その日暮らしだから。あ、なるほどだからちゃくちゃインディーズバグワン、トークとか、うん、取材とかさ、うん、結構こう事細かに話さなきゃいけない時の、うん、レコーディングでこの時何の機材使ってました、何のギター使ってましたって覚えてないから、代わりに吉田が答えてて。ああ、なるほどね。吉田も出てたでしょ、うん、ミューゴチャンネル。ああ、そうそうそう、あのうちの元マネージャーの、そうそう、アリミツはね吉田、あのそのメジャー在籍時代のマネージャーが俺のチャンネル何個か前見てもらったんだけど、吉田も出てる。マスターエイトジャパンのピック作ってる吉田がマネージャーやったんですよ。そう、その通り。吉田なんかね、うん、ちょっとね、割となんかふっくらしてたうちらのマネージャーの時ガリガリやったのそうそう、うん、だからとでメジャーを経て、うんうん、でメジャーをやめて、うん、で次が、うん、はい、あ、ジュンさんとこか、ジュレインレコーズか、ピザピザオブデスのレーベル内レーベルみたいな感じ、はい、はい、あれってそうレーベル内レーベル、そっからもなんか出したんですか。そっから2枚ぐらい出してんのかな、うん、多分、うん、ちょっとウィキペディアの方をちょっとご覧いただくと詳しく、はいはい、多分2枚ぐらいで、そっからこう、うん、なんか、まあ、俺の印象っすけど、うん、なんかまあそのメジャー在籍時代、まあジュングレレコーズから出した、はい、まあその期間とかも、まあ、そんな俺ら一緒にやってたわけじゃないじゃないですか、はい、なんかなんてやろう、俺らが2009年とかにファースト出したんですよ、うん、2009、10、11ぐらい、うん、ぐらいから俺らがこう割となんてやろう、うん、こううわっとなり始めて、うわってなってた、うん、その、うん、11、12あたりぐらいからソールドし始めた、そう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 、ライブがそう、おーっていう感じになり始めたぐらいの時はこう一緒にやったりとかはもうほぼなかったっすよね、多分。そうだね、一緒にバンドするっていうのは、うん、そのライブするっていうのは、うんうん、でこうやる機会が減って、なんかまあ連絡したりたまに会ったりはする時はあったけど、うん、なんかある時を境になんかピタッとライブしなくなったようなイメージが、あ、うちが、そうそうそう、アニミツ、そうだね、明確にしなくなったね、うん、うん、その
それは、うん、簡潔に言うと、なんでなんですか、うん、だから、まあ、なんて言えばいいんだろうな、まあ、インディーズに戻ってバンド活動続けるじゃん、うん、で、やっぱりそこまでうちらってそんなめちゃめちゃ売れてるわけじゃないからやっぱ生活していかなきゃいけなくて、まあまた言うたらこうメジャーでこうまあ少ないですけど給料をもらいながらやってたのをまたバイトし始めたわけ。ああメジャーが終わってから、うんうんうん、インディーで給料出ないから、まあ、暮らしていくためにバイトをしなきゃいけなくなってってなってでも活動は今まで通り結構ハイペースでやってたわけ、ずっとだんだんこうしんどくなってくるわけよ。まあ両立が、うん、そうやね。だって一回メジャー行って歌う、うん、ミュージシャンな生活から、うん、また前 の, か、ま、たそのインディーズ今までやってきたような活動戻るっていうのがまあそうしんどいし、また30歳を超えて、うん、また新たにバイトをし始めてでやってて、だんだんしんどくなってきて、でまあまあメンバーのねそれぞれ暮らしてるところも、うん、まあうちのベースの島さんがちょっと地元に戻ったり、うん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 、まあ郡ちゃんがちょっと福岡の方に行ったり、うんうんうん、なんかいろいろとちょっとライブ活動を少し休もうってなったの。それ話し合いみたいなのがあったんですか？そうなんです。まあ、こういうスタジオで、うん、スタジオ入ってる時にちょっと休もうってなって、うん、ライブを一回休もうってなって、うん、これちょっと大丈夫かな。大丈夫なんかね、うん、分かった。簡単に言うと、うん、それぞれ自分のバンド以外にやることを探してきちんと生活を立て直そうってなって。なるほどね、うん、まあ、よくまあ平たく言えばよくあるバンドマンの悩みというか、うん、自分の生活とやりたいことを天秤にかけたら、うん、やっぱ生活もしなくちゃいけないし、そう生活みんなの生活がもうガタガタってなって、うんうん、そうなんか立て直してちゃんとやることを探そうってなって、うんうん、まあ私は、うん、音楽に携わることをやりたいと思って、うん、まあ最初バイトしながらだったんだけど、うん、ボイストレーナー、うん、まあ、勉強したり、うん、まあ、自分もボイトレ受けてた経験があるから、うん、まあ、いろいろ準備期間はもうバイトしながら両立して、うん、まあ、今はボイストレーナーとして、まあ、ボイストレーナーとバンドと、うん、まあ、あといろいろ自分でソロやったりとか、いろいろ音楽で暮らしていってるんだけど、まあ、おのおの大月もね、うちのギターの大月も行政書士だっけ、うん、なんだっけそれ、国家試験受けたりとかして、うんうん、まあいろいろメンバーそれぞれバンド以外にやってる仕事があって、うん、うちは、うん、で今こう立て直したんだけど、私は結構もう弾き語りとかでいろんなところに行ったりとか、うんうんうん、まあ割と動ける、うんうん、いつでも動けるんだけど、やっぱ他のね、うんうんうん、お仕事、他のメンバーのお仕事の具合とかでなかなかメンバー4人がこう集まれる時がなくなっちゃってて今、うん、なのでまあ私なんで弾き語りこんなにいっぱい行ってるかっていうと、ライブハウスからアンリミッツ誘われたりとかして出れないってなって、うん、じゃあ1人はどうって言われるのが最初多かったの、うん、ライブしなくなって、うんうんうん、その流れですごい弾き語り、うん、でやってると声かけられるから、あ、だまあ弾き語りで行ってるけど本当はバンドで行きたい気持ちはめっちゃある。あ、まあそれはそうですよね私バンドが好きで、うん、好きだから、うん、そう、でもまあ、うん、弾き語りでいろいろ、例えばじゃあ仙台で弾き語り行ったりしたらもうめったにアンリミッツで行けないし、私の歌を聴いただけで泣いてくれる人とかいるわけ、うんうんうん、もう本当はもうバンドで行きたいんだけど、ごめん一人でごめんねって思いながら、うんうん、まあ一人で歌いに行けるところはなるべく行って、うん、こうバンドで演奏できないけど一人で歌ってこようかなみたいな感じで行っています。うん、なんとなくわかった、止まった、うん、わかる。
わかる、絶対わかると思う、うん、まあね、でもなやりたいんだよ、うん、気持ち的にはやりたいし、どうやってやっていけばいいかっていうのも、うん、今もメンバーで話し続けてる、うんうんうん、そうライブしたいし、まあ、ずっと馬長とのツーマンも早くやんなきゃねっていうのも話してる、うん、まあ、実際に今年ねワンチャンあったんですよ、うん、うん、そう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 一回うちらがね誘ったんだよね、そうワンチャンあったんやけど、だからちょっと日程合わなくて、そうで俺らの都合が合わんくて、そう、まあ、今年またまあ、うん、で一回バラシになったんですよね、まあ、横浜は、そうそうそうで新たに今年またやろうかっていうタイミングがあって、うん、で行けるかどうかって感じやったんやけど、まあ、俺らの都合が合わんくて、うん、まあ、そう流れて、だから、だから実は今年あったんやけど、まあ、それも無理やって、うん、また次回っていう感じの状態なんやけど、ね、今は、うん、そういうのをだからアンリミッツはそういう、まあ、うん、まあ、むちゃくちゃ簡単に言えば分かりやすい理由、うん、そのバンドがよくあるあるの悩みというか、うん、バンドは直面するよくあるこう悩みからこう始まって、まあ、それぞれのこう人生観というか、こっからどうしていこうかっていうのと、バンドやりたいっていうのをこう掛け合わせた時に、こう、まあ、一旦自分の生活とかをちゃんとこう見直すというか、こう基盤をちゃんとしっかりした上でバンドやりたいやるしっていう話し合いが持たれた上で、こう、まあ、一旦とりあえずやめようっていう風に、その活動は、ライブ活動はストップするみたいな感じで、そうね、うん、続けるのが今まで通りのペースでやるのが、うん、やれてたのが奇跡だよね、うん、てか奇跡じゃない、うん、いや、そうっすよ、座って、うん、だから普通できないよね、そうなんですよ、同一メンバーで十何年も同じペースタボってやるのがもう奇跡やから、うんうん、それだから年を重ねることはやっぱ思ってたよね、そういうのってすごいよね、うん、で、うん、自分らでやってても思うし、うん、ほんますごいなと思うし、こういい曲書くいいライブする以上にも続けるのがやっぱ一番難しいと思うから、バンドってそうね、うん、相当なガッツでやってたからね、うん、炊飯器持ち歩いてライブハウスで米炊きながらツアーしてたからね、うん、外食費もないみたいな、うん、ホテル代もないし、ね、ホテル代もないし、まあ、ものすごいガッツで続けてたから、うん、まあまあそれがね一生続くのはちょっと厳しいから、うん、一回そういう感じで、うん、まあ人生を考えて一旦自分人生をこうフォーカスしてるみたいなそう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 、ぐんちゃんに言われた印象的な言葉があって、うん、なんか私本当にバンドに全てを捧げてきたから、うん、まあ、全ベッドしてたっすもんね、全ベッドしてた、もうバンドに、うんうん、でもなんかその休止する前にぐんちゃんに、清水は別にバンドをするために生まれてきてたわけじゃないからねっていう言われたの、うん、でそれいい意味で、多分私がもうこうバンドに本当に全ベッドしてたから、ちょっと一回落ち着いて、あの普通にきっと生活していろいろ見てみればっていう意味も込めて多分言ってくれたんだけど、なんかそれを言われてはっってなった、なんかもうバンドですごい苦しくなっちゃってる時がいっぱいあったから、まあ陽子さん特に自分で歌ってるし、自分がソングライティングしてるから、うん、自分で自分の首を絞めてる部分は絶対あったっすよねうんうん、そうだね、私がやらなきゃ、私が書かなきゃとか、うん、そのなんか、うん、自分でプレッシャーかけて追い込んでしまうみたいな、そうだね、うん、なんかそこもぐんちゃんに言われてちょっと楽になったというか、うん、まあね、バンドマンってすごいですよね本当に、まあ、まあ、でも削れていくからやっぱ、うん、削れてる、すごい削ってたし、うん、なんかでもそれ以上にやっぱ楽しいっつうか、すごい魅力があるから、うん、まあ儚いっすよね、うん、うん、ほとんどの活動はバンドってしんどかったり苦しかったりするけど、うん、あるなんか一個、まあ、その数パーセントでもやっててなんか充実感とか達成感とかなんか自分の中でこう、うん、うわーっていうのがあるから、やっぱみんな続けるんじゃないか、多分そうだよ、なんかこの瞬間マジもうやばいみたいなとか、だからもう自分のライブがすごいいいライブできたとかもそうだし、馬長見てて泣くとかさ、うん、もうそういうなんかもうたまんない瞬間、友達がすごいいいライブしててもうめちゃくちゃもうなんか他には何にも変えられないっていう経験がたくさんあるから、うん、バンドってそうやね、なんかすごい魅力的だよね、うん、本当に、いや、そうなんですよ、取りつかれてるもん、うん、
うん、そう、まあそれが未だにやっぱメンバー全員でなんか話した時にアンリミッツ続けるかどうするか、うん、やめるか続けるかっていうのでみんな続けるっていう道は選んでて、うん、まあそれは全員がメンバー全員がやっぱりアンリミッツが好きだから、まあそうやよね絶対、うん、解散っていうのを取らずに、まあそのうん、まあ多分やりたい気持ちは絶対メンバー4人ともそうやりたい気持ちは本当にあるけど、うん、なかなかついていかないけど、うん、でもまあやめることはね、うん、今のとこはないけど、うんうん、こうなんでアンリミッツはパタンとやらなくなったっていうのを明確に説明がなかったじゃないですか、うん、そうなん本当はさなんかねどうするアンリミッツチャンネル作ろうかそれをねなんかまあ旗からは見てて、うん、まあいきなりまあパタンとやらなくなった、うん、でなんかまあ俺たちは知ってるし、うん、そのなんてやろうまあ全ては知らんけど、うん、まあ大体察するじゃないですか、うん、そのまあ言わんでも、うん、まあこういう感じなんかなみたいな、うん、けどまあアンリミッツを支持してくれるファンの人たちとか、うん、まあ陽子さんが好きな人たちとかはやっぱなんでライブやらへんのとかってなったやろうし、うん、まあ近い友達とかにこう言ってたらやろうけど、このまあなんてオフィシャルとしてこう公式にこうそういうのがなか、ね、なかったでしょ多分。発表何も文面とかで発表してないし、うん、ただただライブをいきなり、うん、突然何の発表もなく1年半ぐらいか、うん、やらなくなった時があって。なんかそれもねメンバー間でねちょっと言った方がいいんじゃないかっていう派と言わなくていい派でちょっと意見がまとまらなかったっていうのもあって、ね、だからそういうだからなかったからいろいろ憶測が飛ぶわけじゃないですかファンの中 でそうだね、うん、もう誰と誰が仲良かったとか結構そうあるじゃないですか私かぐんちゃんが妊娠したんじゃないかとかいろいろ飛び交ってたんですけど全然あるからそういうのが、うん、そう、うんそう誰かがフォッとしたこと言ったことをこう勘違いして捉えて、うん、それがもうもっと大きくなって、うん、全然ないことがあることになってたみたいないろいろね、うん、私はいろいろ弾き語りでお客さんとかにいろいろなんかいろいろ弾かれたりしたよ、うんうん、それをねこう、うん、この活動がなくなったのをこうやっぱ、うんまあ、言った方がいいっていうのはまあ単純に思ってたから、うんまあ、俺たちは、うんまあ、待ってる人はかわいそうやんっていう。そうだね、うん、じゃあ一人一人にじゃあミューゴチャンネルが聞いてもらって俺がもうドキュメントしてきますよ福岡いいなんでなんか一人ずつ聞いてきてそれをこう合わせてなるほどね一本のドキュメンタリーとしてねそうまあ、うん、私じゃあ私だけのなんか、うん、意見は言っていい。どうぞ。私だけのアンディミッツの今後、うんうん、はいどうぞ。私は正直アンリミッツもうちょっと活動ペース上げてやりたいんだけど、うんうんま、自分がいろんなバンドの休止とか見てきて、うん、まさか自分がこうなると思わなかった。あ、うんまあ、言うたら私はその休止しようってちょっとなんか反対派というか、うん、なんでってなったの、うんでもまあみんなで話し合って、まあ、生活立て直さなきゃいけないのもあるから、まあ、まあそうだなと思ったんだけど、うん、なんか心の中で「え本当に本当に休止すんの?」みたいな「嘘でしょ?」みたいな「うちが?」なんか他人事みたいな感じだったの。だから陽子さんはアンリミッツやっていった上で、うん、自分がもう、うんまあ、しんどい時期もいっぱいあったけど、うんまあ、辞めるっていう選択肢は一回もなかったってことだよね。そのバンド活動していく上で。そうだね。やめたいと思う。やめたいとなんか思う時期もあるかもしれんけど、うん、ほんまに自分が実際やめるとは、まあ、あんま自分では思ってなかったってことだよね。そうだね、うん、思ってないし、まあ、ちょっと休んだとしても、うん、すぐ復帰したいと思ってたから、うんうんうん、なんかいろいろこうズルズルしてるうちに全然やらなくなっちゃってて、今、うん、もう本当はもうちょっとやりたいし、うんうんうん今それをどうしようどうやってやっていこうかなっていろいろ話してて、うん、で、もうこのままだとアンリミッツ消滅しちゃうかもと思ってちょっと焦って、うん、メンバーに声かけて来月合宿に行くことにしました。そうなんや、曲作りの。そうなんや。そう集まらないと作れないなと思って、うん、そうちょっと意を決して合宿行かないってみんなに言って、
それが決まってるので頑張れますみたいな、もしかしたらちょっと活動ペースが上がるかもみたいな、うん、そうね、まあ今後ちょっともっとメンバーで話して、うん、まあライブはやりたいなと思ってるし、うん、まあ、何より今一番私がやりたいのレコーディングかな。あ、ライブもそうだけどレコーディングが今一番音源作りたいかなと思ってて、だから音源作ってそれ持ってライブしたいとか、まあ、まあできればツアーもしたいやろうけど、そうだね、ツアーもなんかちょっとミニマムなツアーでもいいから、うん、だからまあその昔みたいじゃないけど、うん、まあ飛び飛びでもええからこう、そうだね、こういろんなとこ行ってライブ したいってことですよね、だからヨコさんのあれは、うん、ちょびっとだけでもいいから、うん、そう、でもまあ、したい、言うたら去年あたりからこう、まあ、ちょいちょいのタイミングで3ヶ月に1遍ぐらいライブやってるじゃないですか、うん、あ、今年ぐらいからか、うんうん、でまあ、まあみんなもやりたいし、まあ、タイミング見つけて今やってるって感じでしょ、言うたら。そうね、バッチョほんとすごいよね、今もさ、うん、活動ペースすごいじゃん、やばいっすよやばいっすよ、すごいじゃん、すごいっすよ、うん、いやマジでむちゃくちゃやってますからね私金屋のこと羨ましいって思ったもん、この間弾き語りでさ、うん、地方で会った時に、うん、なんかもう金屋すごいさすらってるじゃん、うん、もうすごいっすよ彼、もう弾き語りとかも仕事もしてないでしょ、もう、まあ、ミュージシャンから彼、うん、羨ましいなって思った彼ミュージシャンからなんかもう本当音楽、うん、自分の音楽一本で、うん、動いてて、うん、もう私はやっぱさ仕事としてさ、あのいろいろ音楽の仕事があるから、もう次の日も帰って、もう朝から行かなきゃいけないとかあったりするから、金屋を見てて、すごい羨ましいなと思って、ちょっと仕事減らそうって思って。まあその俺らもバンド内でこういろいろあるわけじゃないですか。だそういう中で、まあ、俺も言うたら陽子さんと同じでライブしたいし、うん、まあそのまあ、YouTube とかもそうやけど自分で発信していきたいのもあるし、うん、すごいよねこのミューゴチャンネル本当私あの結構ミューゴがさ、うん、お休みの日の家でなんかでおじさんのルーティンそうそうおじさんあのシリーズ好きだよ私あのルーティンシリーズ好きだよあれ結構言われるやんなほんま。しかも結構いい家に住んでるし、ね、そうそう綺麗だし、ね、部屋も綺麗でさ、あれ料理もちゃんとしてるし、うん、パスタの量がめちゃくちゃ多い。それめっちゃ言われるあのあれいいよね。それ結構ほんま言われるんですよ。いいよね。あれも何も撮るのがなくて、うん、もう誰が興味あんねんって撮ろうかなと思って。いいと思う。意外に伸びたっていう。ああいうさルーティン動画ってさ、うん、なんかずっと上げ続けてるとさ、うん、誰かの生活の一部になってくれてさ、うん、なんかそれを見ることによって落ち着くみたいなぐらいまで行くといいっていうね。そうなんや、うん、まあ、もう俺もガツガツライブしたい、うん、そのやり始まった頃と多分、うん、変わっ場所自体変わってないですよ。ライブは基本的にしやらないかみたいな。マジかっけだからこう、うん、なんてやろう、だからこういろんなみんないろんな時期とかがあって活動がゆっくりなったりしてるけど、うん、まあ、俺らはもうやり始めた頃から何も変わってないんですよ、ペースとか何もかもは、うんうん、だからそれがなんか、まあ、和長、まあ、強みでもあると思うし、うん、そのどんなとこでもライブやるし、うん、もうライブやってなきゃもう価値ないでしょっていうぐらいのその、うん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 、がみんなでこうまあ認識があるから、うん、でもまあ金さんはまたさらにそれに特化したんだな、自分引き語りでもやるし、じゃあミューゴはミューゴチャンネルもこうね、まあまあやるし、うん、でまあ俺もライブしたいから、うん、もうもっと増やそうって毎回言うし、増やそうってか、うんうん、ここ行くんだったらここも一本無理やり入れようとか、すごいなぁ、なんかもうそうやりたいずっとやってないそういうここも行くからここも入れようみたいなツアーの仕方してないなぁ、うん、だからほんまそういうのはねやっぱこう何も変わってないし、うんうん、だからその別に活動がゆっくりなることが別に悪いと思わんし、うん、やってくれるんやったらそらやる、一緒にやることができるんやったらやりたいけど、うん、まあ別になんてやろう、若かったらちょっともっとやりましょうよとか、うん、そうだね、おいとか言えるけど、うん、もう俺らもまあ割と大人になってきたし、うん、みんなのこともわかるから、うん、まあ陰ながらやれるんやったらやりましょうよみたいなとか、うん、まあ、たまになって飲んだりとかご飯食ったりとか、うん、まあ、そんなんではまあいいんで、まあ、やめない限りはやるチャンスはあるから、やめません。もうアンリミッツとバチョウはメンバーが全員仲いいみたいな感じだよね、うん、で今日全員喋れるみたいな、今日昼間もカントリーのギターの宮本撮ってったんですけど、カントリーも同じなんですよ、やっぱ
そうなんだ、うん、メンバー全員と好きやし、うんうん、だからそういうバンドってほんま数の方しかいないんですよやっぱ、うん、こんだけライブやってて友達もいっぱいおる中で、うん、メンバー全員とこう、うん、なんていうの飲み会もできるし、もう みんなが好きっていうバンドあんまいなくて、なかなかいないよね、うんうん、だけどギター同士で仲ええけどボーカルの人とはなんか、うんうん、なんかうっすみたいな感じとかよくあるじゃないですか。あるあるある。でそれがアンリミッツはないから、うん、全員が全員とも好きやから、うん、だから一緒に乗って楽しい、ツアー行っても面白いし、うんうん、でそういうバンド少ないからだから余計にこう気持ちも入るじゃないですか、思い出というかバンドに対して。そうね、だから、まあ、行きたいよね、うん、行きたいからちょっとなんとか、そうそう、なんとかします。俺たちがもう俺たちがヘッツだから無理やと思ってますもん、だからずっと、うん、そのまあ友達とか絶対いっぱいおるやろうけど、うん、そのうん、なんかだって俺らずっとこうやってやってるのに、うん、やれよと思いますもん。わかるけど、ね、みたいな。そうだね。はい、まあ、話もね多分こうなったら積もり積もった話もあるから長なるんで、うん、まあとりあえず今日はこの辺で。じゃあ終わりたいと思います。続きはまた今度。そうやね、なんか、話し足りなかったね、うん。うん、見てる人は投げたって思うかもしれないけど、うん、でもまあそれぐらい仲がいいっていう、うん、まあ、お互いお互いのことをむちゃ大好きやっていう感じなんですよね、バチョーとアンリミッツは。そうね、うん、だからまあそういうのも YouTube 撮りたかったなずっと思ってたから、まあ、今日はいい感じで喋れてよかったと思います。はい、はい、ありがとうございます。まあツーマンもまた実現すると思うんで、はい、いつとは言えないですけど、まあ、それを楽しみにして、また馬場とやれる日を夢見て、はい、はい、ではこんな感じで、まあ、今日は終わりたいと思います。はい、りょうこさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではまた。では。